世界各地で生息する名木。これを世界中から仕入れ、一枚板として完成までを手掛ける技術を集結させた町が日本にはある。南米から仕入れた木、モンキーポッド。この木なんの木の CM で有名になった木だ。常にやっぱり緊張感持って切っててますよね。もう同じ丸太の中からでも10枚取れるとしても1枚1枚が全然柄が違うんですよね。だからもう正直言うと気が抜けないです。ずっと見とかなきゃ。これ樹齢がまあ600年、木が立ってるだけで600年経ってます。で、日にちに換算してくるとこれだけで21万9千日経ってた木なんですね。で、それを今度は日本に入れるときに約、税関とかの関係もあるんですけど約半年で、それを日本に入れて製材はまあこうやって切る作業なんですけど、それが1日。ここから乾燥の工程がある。自然乾燥で2年、釜などを使う人工乾燥1年。水分を均一にしてムラをなくすために釜からの出し入れもするというから管理が大変だ。その後工場での加工作業が1週間で仕上げとなる。で、そのトータルを全部を木を立っているところからこの商品が1枚に仕上がるまでの日にちいうのが22万と283日かかってるんですね。22万と283日。それで初めてこういった形でお客様のところにお披露目ができるぐらい日数がかかってるんですね。はい。乾燥の工程を終えた板はひびや木目などが生かされる設計で、4つの工程で仕上げられる。多分目で見ても分かると思うんですけど、木がやっぱ反ってます。あれを削っていくような感じになります。すべての工程で技術が完成度を左右する。その域に達する職人の手を何人も通り抜ける。太古から受け継がれる名木は、匠の技によって世代を超えて愛される一枚板として完成した。